チロリさんおはようございます。ドワーフハニーグラミーは弱酸性の方がいいですか？これはね、通常はそうなんですよ。ところが産地によって、グラミーは中性の方がいい、チョコレートグラミーは酸性の方が僕はいいと思ってるんだけど、ドワーフハニーはね中性でいい。タイ産の魚の場合はほとんどアルカリがいいです。まあ、全部って言ってもいいと思う。だってもともとねタイの水ってどこも硬水なんですよ。いやだからね、チロリさんそれが原因なんよ。チロリさんはいいと思って3日に1遍半分水替えしてるやろ。これ僕何回か言ってるけども、これフィルターついてるの、チロリさん。ちなみにフィルターをつけてるのかつけてないのかが大事で、3日に1遍半分変えるとするや。じゃあ半分のコーヒー飲んで水足したら黒いままやろ、味は薄くなるけど。でそしたら 1mg パーリットルっていう量が水槽の中に溜まるとお魚死んじゃうんですよ。 0.8 ぐらい肌荒れ起こすんですよ。病気が出やすいんですよ。とするとセーフティーゾーンは 0.8 までと仮定しましょう。で、まあ、3日間で 0.4 ぐらいまで、セーフティーゾーンにはね、簡単にね、完全にセーフティーゾーンでしょ。 0.4 っていうのは極端な話すると半分水替えすると 0.2 ミリ、グラムパーリットル、 0.2 ミリグラムパーリットルの水槽の中にコーヒーが残るとする、黒いままや。でもアショウ酸っていうのは透明だから見えない、半分捨てるでしょ。それに新しいお水入れた綺麗なままや、水はね。水替え僕3日に一遍ちゃんとやってますと。ところが今週はスタートが 0.2 からになるわけですよ。で3日間で 0.4 ミリグラムパーリットルになってたということは、 0.6 ミリグラム、 0.2 足す 0.4 で 0.6 ミリグラムパーリットルになるわけよ。3日間で 0.6 になるでしょ。ほんでまた半分変えるでしょ。半分変えると 0.3 ミリグラムパーリットル、水槽の中にベースとしてアショウ酸塩が残るわけよ。魚に良くないもんが。でもこれは死なない濃度。ところがまた3日置いたら 0.4ppm 上がるでしょ。 BGM 大きいか。だから 0.4 足す 0.4 で 0.8 になっちゃうでしょ、3回目の水替えで。これ極端な話してるから。この理屈でいくと、例えば1ヶ月後とか1ヶ月半後にはお魚が病気になってくる。まさになったでしょ。だからベタの場合はもう簡単なのは全替え、あんまりフィルターに過信しないということですよ。あ、外掛けと投げ込み入れてるのね。そしたら原因は pH が下がってきたんですよ。半分変えてても pH が下がるんですよ。それはなぜかというと、中性に戻す力が水替えした水に弱いから。チロリさんが pH を調節してるんであれば、これはこういうことは起きないと思います。中性に戻す力をきちっと自分の中で頭でできて、これでいけばできるとね。pH を例えば 3,4 にしておけば、3日に一遍の半分の水替えでいけるっていう確証が持ってやってるんだったら大丈夫ですよ。
フィルターつけてるから3日に半分でいいって思ってたらいつの間にかペーハーって下がっちゃいますよ。それは頻度長いけども、だからフィルターベタを飼育する場合はフィルターに過信しちゃダメっていうこと、どちらかですよ。きちっとそのペーハーの下がるメカニズムを自分の中で理解して、3分の1の水替え半分の水替えでいけるっていうそのメカニズムが分かってたら病気にはならないです。フィルターに過信されてる方はもうある日突然これペーハーってだんだん水替えするでしょ。ペーハー最初 100% 新規の時には pH7 以上あるんですよ。7ポイント2とか7ポイント3とかね、7ポイント2、7ポイント3あるんですよ。ところがお魚がおしっこするでしょ、そして、餌が残るでしょ、でろ過をしていくでしょ、ろ過をしていく、亜硝酸は高くならないよ、最初の説明の亜硝酸は高くならない、フィルターがきちっと稼働していれば硝酸塩っていうのがたまるんですよ。硝酸塩で、硝酸塩を抜くのには水替え、この3日に半分の水替えでいいんですよ。水替えでいい。でその硝酸塩を中和するのに水道水の中の KH を使うんです。炭酸水素ナトリウム、これが中性に戻す力、これが低くなると pH ってドーンって下がっちゃうんですよ。ろ過がどんどんうまいこといく、うまいこといく水槽っていうのは水も濁ってないですよ。でも硝酸塩ってどんどん蓄積されていくの。そうすると硝酸塩っていうのは実は強酸なんです。酸が強いわけ。それを中和するためにどんどん炭酸水素ナトリウムを使うわけですよ。もしくはマグネシウム、カルシウムとかを使うわけですよ。だからカルシウムと結合してガラスの面に白い結晶がつくっていうのはそういう理屈ね。だからどちらかね、例えばこれ3日に一遍変えなくてもいい、チロリさんの場合は。例えば1ヶ月に1回は全替えするとかいう工程をどっかに入れないと、下がる上がる下がる上がる、でもその全体の曲線は必ず下がっていってるんですよ。ペーハーの干渉能力が下がっていくんです。だからどっかでリセットして上げてあげないっていう作業がフィルターをつけている人には必要です。だから初めて買った人がなぜ元気に買えるかっていうのは、単純にもう1週間に1回全替えしてねって、それを守ってる方って病気にならないんです。3日に1回全替えしてる方っていうのは病気にならない。これはいわゆるタイのファーム方式、どんどんいい水を入れていくね。これはまあ他の熱帯魚でも言えることなんですけどね。理解できましたか？早口で喋ったけど。わ、朝からまあテンション上がった、よかったね。はい、ありがとうございました。これ動画にしたらええな、これ大事なことやからね。それでお魚は元気がないっていうのは、まずはとりあえず水替えして、今なってしまったものは仕方ないから、じゃあこれからどうするかっていうことですよ。お塩は入れてますか、入れてないですか。手持ちのお薬何持ってますか。手持ちのお薬で最大限の効果を発揮する、最大効果を狙わないといけない。で、一番いいのを言うよ。マジックリーフを入れるね、調子が悪い時で、一つにはスーマの赤と緑、これを1リットルに対して2ドロップ入れることによって、大体は初期だったら翌日には元気になってます。でもう一つの方法、塩を 0.2 から3ぐらい入れて、悪電気定量、マジックリーフ、この組み合わせ
でもっと効くのは塩 0.2 から3マジックリーフ、観賞用パラザン D の薬浴、どちらも全て元は 100% 水替えしてから入れるべきです。水替えせずに薬入れるのは良くない。必ず水替えして入れてください。ああ、ベタは全蓋してるのね。それで全蓋してて横に下に沈んでるの。ああ、グラミーのことか。グラミーのことは、グラミーも治療は一緒よ。アナバスカだから、そのベタと基本的に一緒。ヒサタケがね、最大のこの分からなかったこと、これエンゼルフィッシュ、エンゼルフィッシュって本来アマゾン川にいるから pH は 5.5 なんですよ。 5.5 なんです。ところがタイ産のエンゼルっていうのは向こうで 7.5 あるのね。 7.5 でもともと産卵してるわけ、ブリーディングしてるわけね。その魚を pH 5.5 で準備してて入れるとペーハーショックを起こします。ペーハーショック、キリキリ舞い。あー、なんでかなーって。これは大きな間違いでした。だから都市伝説ね、いやー、エンゼルは酸性の水に入れとけば病気にならないですよ。で、そういう部分がね結構あります。どこ産のベタなのか、あ、まあまあベタもそう、どこ産のベタなのか、インドネシア産の、インドネシアの水質はでもそんなにねタイと変わらないと思う。サルキちゃんがあちこち調べてくれてた。だからアマゾンからのワイルドのエンゼルとタイのブリーディングのエンゼル、ブリーディングのグラミー、こういうのを一緒にしちゃダメ。まあグラミーの場合東南アジアだからね。朝からテンションマックス、疲れました。かなえちゃんおはよう。おすすめのこれぐらいで、これぐらいの写真使えやね、いかがですかってね、これぐらいの使ってほしいよね。ゴールデンウィーク特別価格、ツインスタイル1100円スタートの1200円即決価格です。これ送料込みですよ。ご覧のツインスタイル、そしてツインスタイルの4台セット、4本セット、4本だとなんと3960円、これ送料込みですよ。お家まで届く値段ですよ。即決価格で4400円、1本あたり1100円になります。これ4本セットで届きます。ぜひご検討ください。あとはこれお魚ついて、お魚ついて、これもフルセットだね。お魚買うのに、初めての方がお魚買うのに必要なものを一通り全部揃えています。お魚もついて1万1000円スタート、1万2000円終了、これは送料も入っていますよ。ぜひご検討ください。オスメスの、何もご指定がない場合はオスメスのセットでお送りします。これね、ツインスタイルっていうか左右に、前後でもいいけど、前後でもいいけど2匹2部屋ついてるんですよ。ツインスタイルが正式名称、ヒサタケはツインタワーと呼んでる、ツインタワーなんです。とってもおしゃれな水槽です。それに水草もついてる、餌もついてる、網もついてる。何かな、何かな、もうあといるものってないよ、多分ないよというぐらいついてるセットで12000円。ぜひご検討ください。これはただいまの時間も販売しています。よろしくお願いします。
切り取って動画にしよう。薬入れときはまずは全替え、これが基本でね。サムネ取っとこうか。お魚の画像がないな。画像なんかないから。YouTube ショッピングじゃなくて。水替えするときは全替えで、あ、これいかんな。大事なことです。小高さん、おはようございます。 It's important、 大事なこと、こうか。とっても大事なことです。この辺にしようか。大事なこと、ナンバーワンなんです。こうなんです。こう。とっても大事なこと。違うな。とっても大事なことです。よし。これでいこう。テストに出るよ。テストしようか。ねえ、はい、そうそう、画像、著作権があるかな、よくわからんのやけど、 LINE で送ってきて。とっても大事なこと、ぜひ実践してください。これでいこうか。ぜひ実践してください。大事なことです。これでサムネ作ろうか。